奈です。今小田原厚木道路の小田原パーキングエリア、サービスエリア、パーキングエリアにいます。昨日1月はもう先月の北海道旅行の散財であんまりお金をかけないようにしようって言ってたばっかりなんですけど出かけてます。ただし日帰りです。まあ、お金をかけないで楽しもうコンセプトで今月は行きたいと思うので、ちょうど今日1日だけぽっかり空いてたんですね、予定が。で、泊まりはできないのでどっか日帰りで楽しめるところないかな、自然に触れられるところないかなと思って探したら真鶴っていうのが出てきました。本当は電車で行こうと思ったんだよね。駅から10キロぐらいの周遊コースがあるみたいなので電車で行って地元の、お店で魚介とかを食べて歩こうかなって思ってたんですけれども、まあ車で海辺をドライブするのもよかろうということで私は車で今日は来てますけど電車でも行けるという情報です。朝は少し曇ってたんだけどどんどん近づくにつれて晴れてきて今富士山が見事にじゃん見えております。嬉しい。最初ね雲かぶってたから本当にうっすらしか見えなかったんだけどどんどんクリアになってきてます。めっちゃ歓迎されている感、幸せです。でこの小田原サービスエリア、パーキングエリア、いつも分かんなくなるんだよね。小田原パーキングエリアに寄ったのはお目当てのものがあったからです。以前も芦ノ湖の動画で絶対紹介したんですけれども、まあ、好きなので毎回紹介します。アジフライじゃない、アジの唐揚げです。アジをね骨ごと丸ごと1匹唐揚げにしたもので、塩味とペペロンチーノ味があるんだけどどっちも美味しくて選べないから両方いつも買います。サクサクしてすごい美味しいの。というわけでこれを食べながら向かいます。アジフライくんです。頭からいきます。サクサクです。美味しい。わあ、めっちゃ海が輝いてる。風が強いので波どうかなと思ったけど波自体はあんまり高くないんだね。風が波紋を作ってるって感じかな。とにかく光に満ち溢れてる。船が一艘だけ出てます。すごいな。この小田原から熱海まで行くこの道路の景色本当に大好きです。なかなかめっちゃ晴れてるっていう時に通ったことない気がする。今日は相当すごいですよ。車を止めました。これから歩きます。今はここ、そしてまずは岬を目指します。ここですね。そしてちょっと海を見てからぐる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 っとぐるぐる、こうかな、こうかな、お囃子展望公園、ここまで行きたいと思います。今日はセンシュアルムーブメントできるんでしょうか。風がとにかくすごい。レッツゴー。違う。間違えた。飛ばさ。飛ばされる。ここから入るらしい。
なんかすごいよ、大丈夫？行きます。海が綺麗、海の色がめっちゃ綺麗です。台風リポーターになった気分です。とにかく髪がやばい。風が強い日に外を歩くのは多分木曽駒ヶ岳の超霧の中を歩いた時以来かなって感じなんです。あの時はちょっと命の危険を感じたけど、今日も別の意味で命の危険を感じるかな。すごいでかい枝とかがねバラバラ落ちてんの。そして目にゴミが入った。しかし景色は最高に綺麗です。すごいよ。なんかこれは何ですかね、冬のオホーツク海って感じかな。すごい。真鶴最南端って書いてある。うわ、こんなになんか白波が風によって立ってる海ってなかなか見たことないかも。あー、かっこいい。すごい、あの岩見えますか？ものすごい水がかかってるよ、水しぶきが。今日は海に出たくない日ですね。船も全然いない。そりゃそうだよね。うわー、サーファーもいないよね絶対に。